はい、こんにちは、コロルです。コメント欄に守護霊は誰が決めるんですかというコメントをいただきました。はい、これについて答えたいと思います。これはですね、既存のスピリチュアルの方から学んだものではなくて、私がですねチャネリングで掴んだ考えになります。私のオリジナルの考えです。まずですね、自分っていうのがこういう存在だと思ってください。なんていうかな、仮にですよ、こう4等分します。これ全部自分なんです。でここにグループソウルのいろんな魂があるんですね。で自分っていうのは流動するエネルギーだと思ってください。でその時の感情ですとか趣味思考とか取り組んでる仕事なんかでその過去の前世で あったこう経験とか過去の前世というか全てつながってます。全ての人の魂はこうやってどんどんこれね、線引いてますけど、あくまでも性質の区別であって、たくさんの人のつぶつぶだと思ってください。私たちはつぶつぶなんです。つぶつぶ、無数のつぶつぶでできています。で例えば家族の目の前の人のエネルギーもつぶつぶでできていて、そのつぶつぶはみんな重なり合ってます。私たちはどうしても一人自分個人って考えますけど、その境目がねないと思ってください。境目がない、細胞壁がないつぶつぶみたいな感じ、たくさんの粒がねあるのが、すいません、ある日運転してたら頭にビジョンが入ってきたんですけど、たくさんの粒々がなんていうのかな、同時の時間っていうキーワードで撒き散らされてるビジョンが来ました。私たちは時間を排除した世界、同時に粒としている存在のちょっとしたこの塊なんです。つぶつぶのちょっとした集合体、一個のハンバーグだと思ってください。で守護霊というのはあくまでも今のこの私たちが決めた言葉なんですね。守護霊とか前世とか背後霊っていうのは私たちのあくまでも考えた物差しで言ってるだけで、こっちの世界には何にもそういう考えはありません。ではじゃあ私たちが特に私が鑑定で守護霊はどんな人ですよとか前世はどんな人ですよっていう判断をするんですけど、それは今この2024年の例えば8月、この視点から座標、そうですね、時空の視点から見た、これそうですね、ちょっとすいません、2024年の例えば8月、今日は8月9なんですけども、この2024年の8月9日っていう時空の座標というか、この座標から見た視点、こっからの視点の判断なんです。で例えばここが自分だとします。自我、ここが自我だとすると、ここにあるのが、私はねハイヤーセルフと守護霊はちょっと同じものなんじゃないかなと思うんですけど、ここにいるのが守護霊で、ここが自分だから、自分も誰かの別のね、その例えば2030年とかね、例えば別の命の人から見ると、自分がここその人のここ自分ですよ、2030年の誰かから見ると自分が守護霊になってるかもしれない。あくまでもその時空の座標から見たエネルギーの性質の違い、なんていうのかな、こうエネルギーのこの人にとっての、見守るエネルギーとしての存在が、例えば2030年の人から見たら自分が守護霊になってるかもしれないし、
この2024年の人から2020年8月の自分から見た守護霊はこの人でも、この人の守護霊もあるんですね。でこの人の時空から見たまた守護霊があるんですよ。こうこの無数の粒々の集合体が重なってるって考えてください。でその時空の座標から見た、そのそっからの見た座標からの視点から自分っていうこの地上に顕現されてる現れてる字が、この地上のねここに生まれてるエネルギーと、あの上の方にいるあの、まあ、無意識領域にいる、まあ、それが霊界なのかもしれないけど、そこにいるエネルギー体、それが守護霊で、周りにその自分がやってる仕事とか自分がやってるあの、まあ、仕事が多いかな、仕事とかその人の生き方に付随したやっぱエネルギー、私たちはそのたくさんのつぶつぶエネルギーからできてるっていう考えです。私はちょっと伝わりましたでしょうか。はい、というわけで守護霊、配合霊とか、うん、まあ、またはハイヤーセルフとか、それは全部つぶつぶなんです。つぶ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 で、その守護霊の中にもつぶつぶがいっぱいあって、だからその時空のあくまでも座標でこう見ていくんですね。だから自分も誰か、過去だったり、未来だったり、誰かの視点から見ると自分が守護霊になってるかもしれない。はい、でこれは今自分もちろんそんなのわからないんだけど、多分ね死んでちゃんと浄化されていくと見えてくると思います。全部わかる時が来ます。はい、はい、分かっていただきますかね、この話。これあの私があのチャネリングというか、あの車運転する時にビジョンがバッて降りてきて、それで分かったんですね。はい、というわけで、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、よくワンネスっていうのかな、全部ねつなは一つ一つとは思わないんだけど、全部要は薄くねつなが重なり合ってると思ってください。はい、あの人もあの人も、だから目の前のあの憎たらしい人とか、目の前のあのどうしても気に障る人とか、全部ねあのエネルギーはね流動しててつながってると思ってくださいね。例えばある日までものすごく執着していた人が、ある日を境に全然気にならなくなったりとかありますよね。なんかねそういう感じでこう流動してるんですよエネルギーは、人間のエネルギーは流動しています。これは、あ、人間じゃないや、動物もそうですね。はい、分かったかな、分かったかなっていうか自分も分かってないんですけどね。なんか自分もあの中途半端な感じた感覚で喋ったので、少しね分かっていただければ嬉しいですね。そうなんかね、つぶつぶがしかもね同時に全ての、全てのそのよう分からんけど、宇宙が始まって以来のあの生き物の、生き物っていうそのエネルギーの、ものが全部つぶつぶだとしたら、同時に全てそれがね、ま、なんかバッて撒き散らされてるビジョンが来たんですよ。だからね未来も昔もないんですよ、全て今起きてるって考えてください。全てが同時につながってる、そう、うん、時間がないっていうのはそんな感じですね。はいすいません、こんな説明で。またねあのうまく説明できる時が来たらもう一回挑戦してみます。とりあえず今回は、こんな感じの説明で申し訳ありません。はい、ではありがとうございました。